こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は8月27日に行われた防災市民セミナーの様子と、8月28日に開催されたゴーヤでエコ料理教室の模様をお送りします。そして特集コーナー、町を元気にする達人たちでは、リポーターの山本愛子さんが生駒市内で活躍されている人やお店を訪ね、知恵や技術、地域との関わりなどを伺います。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。8月27日、中央公民館サンホールで防災市民セミナーが行われました。はじめに山下市長が東日本大震災を振り返り、万が一の事態が起こった時にどう行動するかを考える参考にしてくださいと挨拶。続いて生駒市自治連合会の東堂会長が、災害時にみんなで助け合える地域を作っていきましょうと述べました。第1部では、東日本大震災後生駒市から被災地へ派遣された市職員4名による活動報告が行われました。消防職員の奥田さんは、宮城県山本町で行った救出活動の様子を写真とともに紹介し、言葉が出ないというのはこのこと、出るのはため息ばかりだったと当時の心境を語りました。また第2部では、生駒市の防災対策をテーマに、防災システム研究所所長の山村武彦さんの講演が行われ、来場者は自らの身は自分で守る、そして自分たちの住んでいる地域は自分たちで守るという自助・共助の意識を改めて再確認していました。生駒市と生駒市自治連合会の共催で開催された今回の防災市民セミナー、当日は東堂会長から自治連合会で募った義援金およそ1100万円を陸前高田市、気仙沼市、山本町に送ったと報告されました。では続いての話題です。8月28日、中央公民館でエコネット生駒の皆さんによるゴーヤでエコ料理教室が開かれました。この日のメニューは、夏の日よけとして大活躍した緑のカーテンで収穫したゴーヤを使ったサラダやスープ、天ぷらなど5品です。はじめに作り方の説明があった後、参加者はグループに分かれて調理に取り掛かりました。エコ料理とは、環境のことを考えて買い物、料理、片付けをすること。例えば野菜、肉の順で茹でて、鍋一つのお湯を工夫して使うことで、洗い物の手間が省けるだけでなく、省エネにもつながります。ビタミン C を多く含むゴーヤは、胃の調子を整え、体の熱を取る働きがあると言われていることから、近年人気食材となっていますが、独特な苦味が苦手という人も少なくありません。苦味を取るためには、一般的に塩もみや水にさらす、湯通しをすることが効果的と言われていますが、ゴーヤは油との相性が良く、天ぷらにすると苦味なく食べることができるそうです。参加者はゴーヤの新たな食べ方、調理法を教わりながら、暮らしの中でできる環境活動について見直していました。
教室では1ヶ月間ゴーヤ料理を食べ続けても飽きないというゴーヤレシピが配布され、参加者は口を揃えて家庭でも試してみたいと話していました。